2024年度のセブ補助金についてまるっと解説します。電気自動車やプラグインハイブリッド車、燃料電池車を検討中の方は必見です。最後までご覧ください。はい、セブ補助金について解説をしていきます。キントの松永です。いつも、キントチャンネルをご覧いただきありがとうございます。補助金ゲットだぜということで、今日はですね、令和6年度の、セブ補助金に関して、解説していきたいと思います。EV や PHEV、はい、FCEV に興味のある方、検討中の方、あとはセブ補助金の制度について全体像を知りたいという方、あとセブ補助金の申請をされる方、ぜひ最後まで見ていっていただければ幸いです。では早速いきましょう。の前に注意事項です。今回の動画なんですけれども、対象としては全国共通で車両に対して出る補助金、いわゆるセブ補助金についてを対象とします。なので地方自治体の補助金だったり、あとは V2H の充放電キットとかなどの充電関連の補助金については今回の解説からは含みません。そこだけご了承いただけたら幸いです。ただちょっと一点補足させていただきます。地方自治体の補助金なんですけれども、こちら一般社団法人次世代自動車振興センターのウェブページに地方自治体の支援制度についてという内容が掲載されているウェブページがあります。ただしですね、必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているわけではないとこのページでも、言っています。詳細および最新情報についてはお住まいの地方自治体のサイト等をご覧いただきますと幸いです。ではまずは概要から、お伝えさせていただきます。 CEV とはクリーンエネルギービークルの略です。つまりクリーンエネルギー自動車のことですね。令和6年度に関しては、令和5年度の補正予算で、予算が組まれました。はい、この中でですね、自動車分野の GX 実現に向けて、従来の車両要件に加え、充電インフラ整備やアフターサービス体制の確保、災害時の地域との連携と、自動車メーカーの取り組みを総合的に評価し、補助対象車両ごとの補助額を決定するということです。ちなみにこの GX グリーントランスフォーメーションの略だそうです。我々の世代だと GX って聞くとやっぱりガンダム X がね最初に思いついちゃうんですけど、グリーントランスフォーメーションの略です。ちょっと深掘りしていきましょう。どういうことかと言いますと、2024年の3月以前はですね、従来と同じようにですね、高速距離、電気で走れる高速距離に加えて、いわゆる給電機能がついている車両に関しては少し上乗せするみたいな形で、補助金が徹底されていました。なので、ある程度電気で走れる車大体65万円までいって、でそこにさらに給電機能がついている車プラス20万円されて最大85万円っていうのが、電気自動車のこれ例なんですけれども、電気自動車はそのような形で補助金が決定されていました。ただ今年の2024年の4月1日、令和6年度からは、要件が変わったというのがこちらの資料になります。これを見ていただくとですね、車両ごと、車種ごとの点数を90点、企業ごとの点数を110点で、合計200点満点で採点をして、車両ごとの補助金額を算出しているんですね。いやー、この項目、こう、パッと見てみて、非常にいい内容かなと思います。はい。個人的な感想なんですけどね。これによってですね、充電インフラの整備だったり、整備の体制なんかが、日本の国内で整えば、ユーザーにとってもメリット大きいかなと思うので、いい方向で、今後は補助金が算出されるんだなと、個人的には感じました。はい。詳しい内容ですね、こちら、概要欄に記載しております。今回、参考にさせていただいている、ホームページだったり、ウェブページの URL は全部概要欄に貼っておきますので、ぜひ詳しく知りたいという方は概要欄をご覧ください。本当にこれね、眺めていただくと面白いんですけど、車両ごとに3月31日まではこの金額だったのに、4月からこの金額になるんだっていうのは、本当違うんですよ。私も今、EV を持っていて、実際に2023年に、本当去年なんですけどね、セブ補助金の申請を私したことがあるんですね。で、私の持っている車もですね、もらった時はセブ補助金65万円だったんですけど、2024年の4月1日から85万円に20万円も上がってるんですよ。いやー、ショックですね。あと1年買うの遅くすればよかったなーなんて思ってます。はい。それでは、セブ補助金の対象車種と補助金額について概要を説明させていただきます。
まずは対象車種の種類ですね。はい、電気自動車、これ EV ですね。あとプラグインハイブリッド自動車、これは PHEV とか PHV とか呼びます。あとは燃料電池車、これは FCV って言ったり、あとは FCEV って言ったりしますね。あと他に超小型モビリティ、ミニカー、あとは速車付き二輪自動車、また原動機付き自転車、このあたりがセブ補助金の対象となります。はい、もう一つ対象としまして、新車もしくはリース車、サブスクを含みます。これらが対象になります。つまりは中古車だったり中古のリース車、あとは事業用の車両なんかは含まれないので、ご注意ください。補助金を受けた車両というのはですね、原則として定められた期間、4年もしくは3年っていうふうに書かれているんですけど、この間は保有が基本的に義務付けられています。これ結構ポイントでして、なので車を3年しか乗ってなくて売却したいみたいなことが、どうしても手放さなきゃいけないということになった時には、補助金をですね、実は返納しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なので注意が必要です。でこれに絡みまして、先ほど補助金の対象でリースという話をさせていただきましたが、このリースもちょっと複雑で、例えばなんですが、このリース車の契約が3年とかだったりしますと、もともと4年持つ計画じゃないじゃないっていう話になりまして、リースがちなみに4年未満の車に関してはそもそもセブ補助金を受けられないっていう、はい、そういう決まりになっています。ここ注意必要です。さて金額見ていきましょう。右の方に、画像をつけておりますが、上限としましては EV が上限85万円、 KEV が55万円、PHEV が55万円で、 FCV が255万円というふうに上限額としては記載されているんですが、実際の補助金額を調べてみるとですね、 EV は12万円のものから85万円のものまで結構幅がありました。 PHEV も同じように12万円から55万円、 FCV も 136.3 万円から232万円、こんな感じでですね、実際にこのように幅があるんですね。なのでやっぱりメーカーとか車によってやっぱ採点された結果、こんな風に補助金額に違いがあるっていうことなんです。こちらの車両ごとの細かな金額っていうのはですね、概要欄の方に調べられる PDF の URL をつけておきますので、そちらをご覧ください。車20万円、むしろ上がりましたしね、びっくりです。はい、ちょっと例を挙げてみますね。我々金となって、はい、トヨタ車を例に説明させていただきます。プリウス PHEV は補助金額が今回55万円です。クラウンスポーツ PHEV も補助金額55万円なんです。電気自動車の BZ4X、 こちらは補助金額が85万円になっています。で、クラウンセダン、これ実は燃料電池車 FCEV もラインナップされてるんですけど、こちらの補助金額が 136.3 万円になっています。こんな感じでですね、補助金額決定されているんですね。さて最後にですね、提出期限みたいなのがございます。皆さんが実際に EV、PHEV、FCV をもし買った際、購入された際、リースで契約された際なんですが、原則として1ヶ月以内、車両が登録されてから1ヶ月以内に申請を完了する必要がありますので、覚えておいてください。なので、申請するぞっていうふうに決めていらっしゃったら、必要な書類とかはもうあらかじめ集めておいて、で早めに申請ができるようにしておきましょう。かなり準備しておくとですね、実際の申請はそんなに難しくないので、事前準備が大切ということで、覚えておいていただけたらなと思います。ギリギリになって書類調べて、じゃあ申し込みしようと思ったら、あれが足りない、これが足りないなんてことになっちゃって、私も実際にそれで慌てたことがあります。なので早めの準備すごい大切です。はい、それではここから、セブ補助金の申請方法について解説していきます。まずは申請方法です。こちらは紙で郵送しての申請もできますし、オンライン、ウェブでの申請も可能です。私はウェブでやりました。結構簡単でしたよ。申請の前に揃えておきたい書類、まずは運転免許証、または住民票、または印鑑証明書の写し、これどれか一つでいいです。皆さん運転免許証を持っていると思うので、運転免許証を使えば早いかなと思います。わざわざ住民票や印鑑証明書を取りに行く必要はないかなと思いますね。次に車検証もしくは標識交付証明書の写しが必要です。
皆さんも車検証電子化されているかもしれませんが、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも車検証と合わせて必要なのでご注意ください。自動車検査証記録事項は車検証閲覧アプリから PDF 形式でダウンロード可能です。アプリはスマートフォンと PC 用があります。 NFC に対応したスマートフォンもしくは IC カードリーダーとパソコン、電子車検証をご準備いただき、アプリを操作してダウンロードください。郵送の場合は印刷して送付くださいね。でその後補助金を受け取るための通帳またはキャッシュカードまたは振込先が分かるウェブ画面のスクリーンショットみたいなのをご用意ください。であとはですね、型式が不明の場合っていうふうに書いてあるんですが、一部の車、まあ、入社とかで日本に入ってくる車は少ない自動車がたまに型式が、ね、なかったりするんですよね。その場合はメーカーまたは、メーカーの委託を受けた輸入事業者が発行する確認書みたいなものをご用意ください。購入の際に、型式とかがもし不明だったらという形で、念のため聞いていただくといいかなと思います。下取り車がある場合ということで、ちょっとこれ難しいのでですね、スクリーンショットも、載せています。ちょっとご紹介しますね。車両販売会社が記入した下取り車入庫証明書というものを準備する必要があります。これですね、車両購入の注文書、請求書、売買契約書など、当該下取り車の明細が記載されていることが必要でございます。そして下取り車が過去にクリーンエネルギー自動車の補助金、いわゆるセブ補助金ですね、今説明しているものです。セブ補助金を受領している場合で処分制限期間内に売却等の処分をする場合、つまり先ほど4年持っている必要がある、もしくは3年持っている必要があるというふうに伝えをさせていただきましたが、その期間内に処分する場合、下取りに出した場合、事前に財産処分手続きと補助金返納が必要です。このあたりをまるっとやっていただいて、この下取り車入庫証明書というのを準備ください。なので下取り車があってさらにセブ補助金などを受けている場合はすごいちょっと大変ですが、ちょっとここら辺は頑張っていただけたらと。このですね、下取り車入庫証明書ちょっと詳しく説明させていただきます。様式をこういう形でですね、まあ販売会社に書いてもらう形がほとんどです。まあ、なのでこちらをまあ渡すとか、もしくはちゃんと販売会社が把握していればこちら書いてもらえると思いますので、忘れていたらもうお伝えする形でしっかりと忘れないようにしましょう。ダウンロードはこの形ですね。このウェブサイト、こちらの URL の真ん中腹辺様式4という形で下取り車がある場合ということで、 Excel 形式もしくは PDF 形式でダウンロードできます。なのでこちらをご記入ください。はい、でここから申請の前に揃えておきたい書類の追加の書類についてお伝えさせていただきます。まずは皆様が購入もしくはローンの場合です。販売店購入の場合は領収書もしくは振込証明書の写し、どちらかを1枚ご用意ください。でローンの場合はですね、ローン、クレジットもしくは保証カップ等の契約書の写し、およびですね、社名および購入価格が分かる確認書類というのをご用意ください。この確認書類ですね、いわゆる社名グレードなどですね、購入価格が明示されていることが必要です。であとメーカーオプションで外部給電機能もしくは車載コンセントを装備している場合っていうのは書類にその旨の記載がある必要があります。リースやキントの場合、追加で以下の書類を準備してください。リース契約書、こちら賃貸借契約書となりますが、こちらの写しをご準備ください。キントの場合、このリース契約書はご契約内容証明書が代わりとなります。こちらキントからは送付しておらず、マイキントからダウンロードした上で、セブ補助金の申請にご活用ください。さてここからは申請について解説していきます。まず紙申請の場合です。前スライドで解説させていただいた書類に加えて補助金交付申請書を記入の上、一般社団法人次世代自動車振興センターセブ補助金（括弧車両括弧当時）受付窓口係まで送付してください。書類のダウンロード場所だったり書き方、申請書類については概要欄に URL を貼って
っておきますので、そちらからダウンロードしていただいて記入ください。基本的にはダウンロードしていただいて、で空欄を埋めればいいので、そんなに難しくありません。これまで書類を用意していただいているので、そちらを元に書いたりっていう工程があります。ウェブも同様なんですが、書類に関してデータをアップロードする形になります。はい、対応の形式としては JPEG、PING、他は PDF とか Excel、Word 形式のドック型、DocX みたいな形のものが対応しています。なのでいわゆる JPEG なんで写真撮って送るみたいなことも可能だったりします。私も写真撮って送ったものがあります。例えば免許証とかですね、させていただきました。はい、元が紙の書類に関してはスキャンしてデータ化したり、今を撮影してスマートフォンで撮影して画像にして送るなどの準備が必要です。はい、でウェブ申請の場合はですね、申請の記入中にいつでも一時保存ができるので、ある程度記入して、今から画像をアップしなきゃなと思ったら一時保存をしていただいて、画像を準備して、で申請をパソコンでやるんだったらパソコンにする画像を送ってっていうのをやっていただいた後に申請再開して画像をアップロードしていただければいいかなと思います。ウェブ申請の場合はですね、こちらに表示しています各 URL を入力していただいて、オンライン申請、ウェブ申請、閉じはこちらっていうところ、でっかいボタンがあるので、そちらをクリックして申請していただければと思います。ウェブ申請マニュアルについてもですね、概要欄に貼っておきますので、こちら見ていただけたらと迷うことないかなと思います。はい、実際にはこういう画面がですね表示されます。なので皆様最初にやることは申請書の新規作成っていうのをやっていただいて、はい、基本的には今まで書類を揃えていただけたら、その内容を書き写したりみたいなことが多いです。なので、心配せず書き進められると思います。そんな中でもですね、難しそうな箇所っていうのがあります。それがこの車体番号と型式です。はい、これですね、どこに書いてあるかって言いますと、車検証ですね。車検証だと今この赤枠にしているところです。この2つを入力する場面があるので、ここに書いてあるということを覚えてください。手元にある車検証を見ながら、ちょっと場所わかんないなと思ったら、この見本と今説明していることを参考にしながら入力していただけたらと思います。はい、ではまとめです。事前に準備をすれば申請自体はそこまで難しくありません。対象車両を購入または契約をされたら早めに準備をしてください。早めの準備がコツになります。最後に、車のサブスク金とでは2024年の8月1日よりプラグインハイブリッド車の取り扱いを始めました。いや、この告知をしたくてここまで背防除金の解説をさせていただいたようなものなんですが、ぜひちょっと最後までお付き合いください。取り扱い車両はプリウス、クラウンスポーツ、ハリア、あとレクサス NX のプラグインハイブリッドグレードです。でこの中でちょっと一つ注意点があります。レクサス NX なんですけど、こちらキントフォーレクサスではですね、3年プランしか実は用意がないので、キントフォーレクサスでレクサス NX のプラグインハイブリッド車を契約されても、セブ補助金の申請はちょっとできない形になりますので、ご注意ください。トヨタやレクサスのプラグインハイブリッド車をご検討中の方は、購入やローンと合わせてぜひキントもご検討いただけたらなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。